こんにちは、サムライです。令和元年から準備していた成人式のお嬢様たちの撮影がスタートしました。こちらをご覧ください。サムライはこの春撮影というのをとても大事にしていまして、新緑の美しさとお嬢様の美しさがすごく引き立っていたと思います。成人式の撮影のメリットは、ご家族が皆さんで集まれるっていうことだと思うんですよね。お願いします、はい、そんな機会なくて最初ドキドキしてたんですけど、すごいカメラマンさんが何回も可愛いって可愛いです。楽しかったです。楽しかったです。よかったです。着物はどうでしょうか。着物めっちゃ可愛くて、はい、私似合うかなって思ってたんですけど、似合ってましたかね。はい、似合ってます。はい、はい、成人式楽しみです。はい、ありがとうございます。お兄ちゃんもよかったら感想一緒に。そうでしたか。あ、そうですね。はい、もうちょっとくっついて、はい。妹がこうなった感想。あんまりいつも見られないですので想像できなかったんですけど、 YouTube 載せさせていただきます。やったー、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっともう一回、あ、そのままのついでに行けますか。インタビューだけしといていいですか。はい、じゃあお嬢さんに今日の感想だけ。